かめっちゃ綺麗なんやけど。え、何事？どうした？夢？なんてことだよ。私はいいからあなただけでも助かってってこと。つら。どこに行けばいいの？でも地下鉄の鍵ってことは地下鉄に乗るんよね。もうここ、最初に来た場所やろ？あ、ここから降りれる。あ、確かにこれ、あったよね。これに乗ればいいということ。てか、いつの間にそこ封鎖されてたの？で？どこに鍵使うの？え、これ運転席じゃない？え、運転席よね、あれ。え？どうすればいいんすか？動かないよ。やっぱりこっちの方やったりとかするんかな？なんなんやろ。でももうここ、ここまでしか来れんのか。あそこにはもう戻れ、ない、な。あ、なんかアイテムを使う。バッテリー？あ、なんかハマった。猫コーポレーション。あ、着いた着いた。主電源が入ってなかったってこと？なるほど。あ、でもういける。もうなんか湧いてきたりとかせん？あれ、ネズミ的なやつ。ザークやっけ？あ、なるほどね。これで鍵させる？もう運転席でいいんかな？あ、いけそういけそう。地下鉄を使用。地下鉄のキー。電車もこうやって鍵でやるんや。車みたいな感じ？わー、動くよ。でもこんなさ、電車使うんやったらさ、街におる、他のロボットたちも助けてあげたかったね。もうなんか諦めてしまっとるけど、そのうち助けれるんかもしれんけど。でもほら、こんなスッカスカな、動ける。コントロールルーム。何？ここから何をするの？怖いんだけど、暗いんだけど。何？あ、止まる。止まる。じゃあまだ何かをする必要はないんか。着いたよ。コールドドリンクス。開く？開いた。なんか綺麗な場所やな。お？ねえ、なんか綺麗なとこに来た。どこ？これ。ねえねえ。こんにちは。何かご用でしょうか？まあ、ここは一体どこなんでしょうか。Enjoy the World's Surface City。わからん。でもなんか、普通に、文明が発達してそうな場所だけどな。ねえ、綺麗に掃除も行き届いて。ごめん、私階段じゃないところ、走り寄るけど。え？なんかめっちゃ綺麗なんやけど。え？何事？どうした？夢？え？さっきまでの荒廃した世界は夢？ごきげんよう、ウォールシティ99の住人さん。ウォールシティ 99？ 何それ。ウォールドシティ99、この街の名前？こんな場所もあるんやね。この辺にペンキを塗っています。ご注意ください。良い一日を。平和だな。え？え？現実ですか？シティシールド。なんかすごく静かだし。なんかバグ起きとるよ。大丈夫？寝ないで。こんにちは。ウォールシティ99の住人さん。外に出るドアは現在規制によりロックされています。何かリクエストがあれば、コントロールルームの公認エンジニアにお問い合わせください。ほう。まあ、綺麗ではあるけど、ここの人たちもやっぱり閉じ込められてはおるんか。なるほど。じゃあまあ現実ってわけでは、何ある？なんか暗いな。こんにちは。何かご用でしょうか？
同じことしか言わねえのか、おめえらは。え？うわ！え？え？めっちゃ都会だな。超都会やん。こんにちは。私の現在のタスクは窓を磨くことです。何かリクエストがあれば、コントロールルームの公認エンジニアにお問い合わせください。え、これ一番最初の、違うよね。スラム街的なとこでもないよね。高い建物はいっぱいあったけど、あそこにも。こんにちは。街は安全のため封鎖されています。何かリクエストがあれば、コントロールルームの公認エンジニアにお問い合わせください。コントロールルームに行けってことかな。どこだい？コントロール。あ、これか？めっちゃわかりやすく書いとる。別に何かメモリー的なものはない？何これ、トイレ？トイレ？違うんかな？性別があるの？あ、まああるのか、一応。え、押せないんだけど。三角って書いとんのに。押せないんだけど。なんで？調査。コントロールルームはセキュリティプロトコルによりクローズされています。人間だけがアクセス権を認められているようです。じゃあいけ、人間？ロボットじゃなくて？しかもセキュリティプロトコルは私のことを人間とみなしていないようです。失敬な。まあ、見た目ロボットだしね。私たちが協力すれば、この通路を通れるようにできるでしょう。マジで？どうやって協力する？どうすればいい？何？どういうこと？何をすればいいんですか？何かできそうなこと。登れねえな。あ、なんか開いた。え、さっきも開いとった？なになに、長いね。エラー出たんじゃない？あっち側もやるってことかな。いや、こっち側さ、なんか、押せんねよね。ほら、エラー出とるよね、あれ。あ、この間にこっちに行って、なんもできないっすけど。え、なんもできないけど。なんもできなかったよ。何？え？何？どうしたらいいの？あれ。何か必、あ、これ？これか？オン。これで届くようにすればいいってことかな。よいしょ。こっちにおいで。こっちこっち。あ、ここに行けばいいのか？よっ。これでできる。どう？なんか一応動いてるのか？違う？もう一回？はい、じゃあもう一回しよう。今度はちょっと時間に余裕を持って。あれ？はい。あ、待って。はい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 。これで破壊すればいいってこと。そういう、そういう感じ。なんか解除するんかと思ったら破壊するんすね。でもここにもなんか、うわ、開いた。広い建物だな。ここでなんか人間が制御しよるとかってこと？黒幕的なのおる？ここがコントロールルームです。ここで街全体を支配していました。でも今は誰もいません。誰も？どういうこと？彼らが大嫌いでした。ここには全て揃っているのです。綺麗なスペース、無限のパワー、移動できる自由。良い暮らしをしていました。移動できる自由とは？街の厄介者だったのです。思い出しました。何が？皆が死んでいったのに、彼らは自分たちの方が上だと勘違いをして、何も手助けをしてくれなかったのです。私の家族も目の前で死んでいきました。私は何と無力なのでしょう。家族を救うことすらできなかったのです。何の話をしているんだろうか。しかし私は、
あなたを救うことはできます。一緒にアウトサイドへ行きましょう。人間だった頃の記憶、私が愛した人々、すべての思いと共にね。なんか確信に近づいてきた感があるな。ね、なんか知らんけど。なんか一番上の列全部揃ったよ。なんなんやろうな。とりあえずここで、B12 が人間やった頃に働きよったっていう話？でも、何？人間たちはみんな死んだの？なんなんやろう。よくわからん。ね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでさ、猫的にはちょっと自分たちの場所に帰りたいだけなんやけど、なんかすごい壮大な世界の謎にぶち当たってきとんやけど。ロボットたちを支配してた人間たちはみんな死んだの？じゃあ今ロボットたちは一体何に支配されてんだ？人間がおると思い込んどる感じ？謎だな。